We'll be right back.
サクッと5000円いただきました。ありがとうございます。サクッとバケ1ビッグさんから、5000円いただきました。ありがとうございました。で、嫁へのヤクルトエースも忘れずにもらいました。ありがとうございました。買います。もう2000円しか使ってないとね、これぐらいでも勝てるっていうのがね、すごいいいですよね。現金投資が2000円っていうのはすごいいいわ。うん、バンブーさんサクッとでもないでしょ。いや、サクッとサクッとよ。うん、最初10165から181までだから16ゲームで化け引いて、その代初ペカで、で全の丸したけど追加1000円で、何回って言ったのかな、100もいってないんかな。うん、ビッグ引いて、ボインレイからのビッグ引いて、で2ゲームでジャンバリ聞いて、2ゲームで名前入りジャンバリ聞いて。バンブーさん、本当は2万ぐらいまで狙ってたんちゃう？いや、狙まあまあね、陰謀トレーダーさん、あれ、うん、売ってない。そうそう、もうあの早めできたら続けてやろうと思ったけど、もうあの180回しても来なかったら、もうあんなクソ台はもう打たないわ。うん、ビッグさんバケ1だけど、武道も悪いし、なんせレギュラーが1回しかないから、あれ設定6ではないから、うん、設定6だったら追いかけるけど、もう設定4、5台とかだったら、もう別に追いかける意味はないからね。うん、今日ここ55スロットの日のイベントのはずなんだけどね、こんな状態ですよね。イベントと言いながらもね、こんな状態ですよ。何にも入ってないですよ、設定6なんて1台もね。もうだからね、パチンコパチソで勝てないですからね、言うときますけど。これ YouTube にアップして、僕はあの世の中に広めていこうと思ってるけどね、もうパチンコパチソで、これからね、パチンコパチソで食べようと思う人はライターになってください。雑誌のライターさんか、バンブーさん、よし、ね、5000円でたこ焼き買いに行こう、うん、メーカーで働くかもうそもそもパチプロっていうのはね、もう存在できなくなりますから。もうそれかね、盗撮配信者になるかですね。うん、盗撮配信はね、需要なくならないよ。うん、挙動不審なお店やパチンコ台、スロット台の盗撮っていうのは、これから需要が逆に出てくるから。うん、店はね、撮影されるのがめんどくさいんですよ。実は裏物使ってるから、本当は。ね、本当は裏物使ってますよ、そら。弱小店でさえも。ね、そんなボタン1個で、ね、陰謀トレーダーさん、カリちゃんのたこ焼き食う、カリちゃんのたこ焼き食べに行ってもいいけどね、今日僕人の配信見ないから全然知らないんですけどね、今日ね、昼間ね、便所太郎とね、みやびくんとカリちゃんとうなちゃんの4人でね、うなちゃまの4人でね、酒飲んで、そんなね、大手のところのたこ焼きなんて食べれない。ね、僕人の配信見ないから全く分かんないけどね、その裏でね、パルパルに喧嘩を売る SYC ね、今から言ってるからなって言いながら全然行く気のない、天然ボケキャラの SY、うん、もうね、どっちもアホなふりしてるのがもうね、もう痛々しすぎて、もうめんどくさいよね、ああいうのね。うん、もう道に迷ったふりとかね、うん、戻らなくていいのに境筋に出ろって言ってるのに、境筋の方に行ってるくせに、境筋分かってんのよ、境筋ってどこでよとか言いながら、境筋向かいながらね、さっきのところ戻ろうぜ、ソフマップ戻ろうぜって言ったら、そのソフマップにはすぐ戻んのよ。うん、だってそのソフマップにはパルパルがいないことが確認できてるからね、そこに戻ろうって言ったらそこには戻っていくのよね、すんなりと。うん、もうね、ずる賢さ、うん、これからね、そういう配信してようかな、僕も。これからカリちゃんのたこ焼き買いに来ますって言って、一生買いに行けへんわ。カリちゃんのたこ焼き食べたいです、西成まで来ましたって言いながら一生買いに行かないわ。めちゃめちゃ近所まで行ったのに、あれ、ここかなって言って迷ったふりして一生行かないわ。で、カリちゃん のリスナーをね、どんどん取り込んで、たこ焼き食べたいんだけど分かんないよとか言いながら、
って言ってたらいいんでしょ。バンブーさん飽きられるでいやいやいや、それをずっとね、ずっとその天丼をしてる人たちがね、ふわっちの配信者のほとんどじゃないですか。同じことどんだけ繰り返すのんっていうぐらい、どんだけやりますのんみたいなね、ちょっと今似てなかったな、風邪ひいて声出えへんか似てないけど、これどんだけやりますのん、これどんだけやりますのん、これなんですのん。貧乏トレーダーさん、わかりました。なんか面白いアプリないですか。なんでアプリのこと聞くの。僕にアプリのこと聞かれても。バンブーさん、個人は沖縄で20万下ろしてあんあん言うのが一番や。まああれがね、まあまあ、でも一番今まで僕が人呼んだのはやっぱり100万のね、天皇賞一点買いだったけどね、天皇賞一点買い100万円のウィンズナンバーで配信したあの800人が最高やけどね、やっぱね、あの時多分ね、よっさんの枠で誰かがちょろっと言ったんでしょ、なんかあの大阪でウィンズナンバーに100万円持って馬券買いに行ってるバカがおるぞみたいな、おっさんがおるぞみたいなこと誰かがポロッと言ったんでしょ。もうそれを電書バトのおかげで、うわー、だから電書バトってね、使えるように使えばね一番いいんだよ、だからね、リスナーをうまいこと操作し、リスナーのラジコンになってちゃダメなんだよ、配信者はね。配信者はね、あのリスナーの、あのラジコンのように動いてるふりをしつつね、うまくリスナーたちをね、電書、うまく電書バトとしてね使うのがね、まあプロの配信者、これからのね、あの小汚い配信者ちゃうかなと思います。どうせ君たち人の枠見に行ってんでしょ、ね、この枠やってない時暇だからどうせ違う人の枠見に行ってんでしょ、まあ、僕は人の枠見ないから全然わかんないけど、ね、僕人の枠全然見ないからわかんないけど、チャンスくださいね、無理っすかね、ありとあらゆる配信者の癖全部パクったろか、全部パクリしたろか、バンブー三秒やで、柴田にあのパクリはどうかと思うけどなって思いっきり言われようかな、ということで僕はもうマルハには一生行きませんから、ありがとうございました、ね、ということで今日は2000円投資の回収が7000円ということで、ね、サクッと5000円。貧乏トレーダーさんをつ、ありがとうございました、ね、たくさんの花火ありがとうございました。